前第 255M 列車運転士は免許取得後2ヶ月の新人運転士。見習い中はほとんどダイヤ乱れに遭遇することはなかったが、この日は線路内立ち入りの影響で線区全体に10分程度の遅れが発生していた。11分30秒の遅れか。せっかく途中まで定時で走ってきたのに、この区間でどのくらい戻るかな。見習い運転士の時には指導操縦者の指導のもと回復運転を行ったことがあったが、この駅間では回復運転を行ったことがなかったため少し不安に感じる。最高速度で運転すりゃ戻りそうだな。線区の車両も120キロだし、この先の曲線までに速度を下げればいいだろう。線区、車両、曲線、あと何かあったかな。この地点は制限速度が105キロの下り勾配であった。しかし運転士は